はい、パーソナルトレーナーのゆうです。今日はトレーニングで余力を残さ、一瞬一瞬を全力で生きろというね、なんか重いタイトルになってますが、あのトレーニングで、まあ、これよくあるパターンとして、初心者とか中級者あたりでもよくあることなんですけども、まあ、10回3セットですというと、10回3セットやりました終わりに、まあ、なってしまっていることも、まあ、多々あります。まあ、これは当然ね、筋肉をね、追い込めてないので、体はなかなか変わってこないですね。ただね、もうちょっと言っても、ね、10回3セットをやるということが、まあ、目的になって、それなりにギリギリの重さ設定してるんだけど、1セット目はまあ、結構余力が残ってしまってる。で、2セット目、ちょっときつくなってきた。で、3セット目になって、ようやく限界追い込みましたよっていうので、まあ、やってるよっていう風になっていることもあると思うんですけど、これでもね、やっぱりまだ不十分。まあ、例えばこのね、パーソナルトレーニングで教えてるときに、なんかお客さんの方が勝手に3セットって思い込んでるところがあって、まあ僕の中は全然そんなこともなくて、僕自身はね、もっともっとセット数をやってるわけですけれども、1種目3セットって思ってる方がいて、はい、はい、3セットあったときに、はい、じゃあもう1セットいきますよって言ったら、さっき全力でやったのにって。いや、全力はもちろん全力すべての Z でやるんですよ。今、さっきのも全力、その前も全力で、次にもう一回全力でやるんですよ、と説明するんですけど、トレーニングをやるときには、まあ最初ね、まあその、特に肩周りとかね、まあ、腰とかその辺であれば、そこを使うエクササイズであれば、その中の1セット目、2セット目ぐらいはまあウォームアップはまああると思います。まあそこはウォームアップですかね。それなりの回数で回数を多めにやって、ちょっと余力があってもいいと思います、思いますけれども、まあ3セット目以降からは、もう3セット目はグーッグーッグーもうダメで、4セット目もグーッグーッもうダメで、5セット目も一生懸命もうとにかく隙間ないようにグーッと力入ったものを繰り返していって、きついなきついな、もう一回行こう、もう半分ぐらいできるかなと思って、ギリギリまで限界とか限界を超えるような感じやって終わり、そういう感じで、まあまた6セット目もやっていくとか、いう感じで、すべてのセットをやっていく。そして、そのすべてを掛け合わせるようですね。その前もセットも限界超えてやりました。次のセットも限界までやりました。という感じで、その、疲れた上にさらに掛け合わせるようにして、やっていく。という感じで、それはまあ、僕はあの、掛け算トレーニングと言いましたけれども、1セット1セットね、はい、1たす1たす1たす1じゃなくて、もうそれをどんどんかけていくような感じで、さらにそれを限界でやっていく。1セット1セット限界でやっていく。というふうに、やっていけば、体はね、早い段階で筋肉が変わっていくんですけども、今言ったように、頭の中ね、ある程度自分のプログラムができてくると、なんかもう、まあ3セット、10回3セットじゃなくても、5、6セットやってるような感じでも、なんかこれを自分はやればいいんだ、こなせばいいんだっていう風になってきて、前半ちょっと余力が残ってて、最後の1セットはギリギリみたいなことが多々あるんですね。だけどそうだけど、すべてのセットをやっぱり限界までやってほしい、ギリギリまでやってほしい。そうすることで、まあ体は本当に早く変わってくるんですね。だから常に1セット1セットを余力を残さない、全く力を抜かない。ただそれどころか、そのね、10回とか12回の間の中でも、この1回1回ね、その1セットの中の1回1回でさえ隙間を作らない。ここで休憩したりとか、休憩したりとか、アームからでここで休憩したりとかっていう感じも一切作らない。途中で、ああ、きつくなったっていうふうにやめてもう一回やるんじゃなくて、常にギュッと力入ったもの、一回一回全力でやっていくという、その積み重ねがあって一セットで、それが限界までやっていく。それでもう一セット、もう一セット同じようにやっていく、その積み重ねだと思うんですね。それによって、まあ、体が変わってくる。ここら辺をね、考えるとね、ああ、トレーニングって本当に人生の縮図だなと思うんですね。まあ、前々からね、トレーニングをしてる最中に自分がいつも思うんですけれども、まあ、トレーニングの人生、なんかこう、本当にトレーニングがすごく凝縮されたようにね、感じるんですけど、今の1セット1セットと同じように、本当にね、もうその時その時をね、一瞬一瞬を全力で生きていくべきだとやっぱり思うんですよね。そこに余力を残すんじゃなく、もう常に全力でやっていく。まあ、僕ね、そうだからなんか、あんまり休憩しないとどんどんいろいろやっていくたちなのかなと思っちゃうところもあるんですけど、なんかね、もったいなく思っちゃうんですよ、時間が。すべてやっぱりね、自分ができることをね、できる限りやっていかないといけないなと思って、なんか多分あれですかね、
人生の残り時間こう見えてきてるんですかね。まあそういう風にね、あのコメントに書いてる方もいたんですけど、僕もちょうどそういう年なのかなと思ったりして、ただね、それでも本当にね、一セット一セットと同じように一瞬一瞬その日その日に余力を残さないように、本当にもう仕事についても、まあまあ子供のことについても、全てのことについて、まあ一生懸命余力を残さないように頑張っていく、まあそれでその積み重ねて全てが変わってくるんじゃないかと思うので、まあトレーニングってね、本当にもう全く人生と人生を教えてくれるものだなぁと思いながらやってます。まあ、今日はその話じゃなくてトレーニングの話だったんですけど、トレーニングはもう本当に一セット一セット、そしてその中の一回一回も全て、その一ミリ一ミリも全く余力を残さないできっちりやっていくということが全てにつながってきますので、トレーニングでは余力を残さない、一瞬を全力でやっていく、ここを心がけて毎回のトレーニングを頑張っていきましょう。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。